超細かくボレーを分解して解説、振らないためのアドバイス。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。よろしくお願いします。まあ今日ですね、ありますよね。なんか自分の中でちゃんと打ってるつもりなのか、気がついたらボレー振ってしまってるって。でそもそも振るっていうこと自体は、まあ100歩譲って振ってしまうことあると思います。ただもう一個の動画で上げてると思うんですけども、こうカメラ持ちながらね、自分の視界から消えるっていうのはなくしていきたいと。でそのためにどうしていけばいいのかっていうのをですね、今日はですね、はい、掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。至ってシンプルなのでね、明日からでも意識すればですね、治ってくると思いますので、はい、お願いします。まずですね、ボレーってこの手の感覚なのでですね、あ、じゃあすいません、お願いします。じゃあ今日はですね、はい、新コーチの方にちょっと手伝っていただくんですけども、ボレーがどうしても振ってしまう、ね、体の前から消えてしまうって方は、この動き、パーしてグーするね、グーパーグーパーの動きがですね、できない方が多いです。まずはグーパーグーパーするんだけども、このこういうじゃんけんする時、じゃんけんポイとかポイとかですよね。じゃんけんポイとかじゃんけんポイとかやらないですよね。この回一緒です。ここの手首の使い方を過度にしてしまうから、ラケットから、体の前からラケットが消えてしまう。過度に使ってしまうから、綺麗にですね、はい、ボレーができなく、なってしまいます。まずはね、この状態から始めてください。指が上向いてる状態で ボールを投げてもらって、これをもうキャッチするだけです。もう簡単ですよね。この動作だけまず覚えてください。もうこれだけね、慣れてきたらこれに足をつけてですね、こういう感じで、はい、この動作だけです。もうこの動作だけ意識する。そしたら次どうしていくかというと、ラケットをセットして、はい、でただラケットをセットするときに注意点なんですけども、これで握るからといってね、ここで軟式持ち手でね、こう熱いグリップで持ってしまうと、ローボレーの時にね、こんななっちゃってね、はい、綺麗なローボレー打てなくなってしまいますから、まずは包丁持ちにして、はい、手のひらをこう向こうに向けていただく、はい、でそのままこの状態でさっきの、はい、さっきのこう握る感じで打っていくと、これだけで強いボール、ね、握るのでタイミングですね、強いボール、打てていきますね。まずこれを、覚えて、しまいましょう。ただたまにある、やめといた方がいいなっていうのが一つあって、ね、どうしてもグリップ熱くなるからね、こうやって手でね、こう添えてこうセットする打ち方あるんですけど、こう打つ前からまでね、こうしてると打ち方が変になっちゃって、ボレーの運動練習ができなくなりますから、ここで、ね、意識をつけるのは大事ですけど、あんまこう手添えすぎない、セットして上体をターンさせてポンって握る、この癖だけ、ね、ここからセットしてこの癖だけ、はい、つけていきましょう。まず握る動作ですね。でこの感覚がまだわからないって方は、ちょっとラケットを握っていただいて、ね、握ってここだけでも、はい、十分飛びますから、ね、この面の使い方で綺麗に握る動作で飛んでいくことをこうマスターしたら、長く持っていただいても OK です。でこれがもう基本的なボレーの動きです。でハイボレーだった場合もセットして位置でもうこれだけです。これだけで飛びます、ね、これだけで、飛びます。でちょっとラケットを出してもらっていいですか。ちょっと早めのボールが来た時も、あ、すいません、早めのボールが来た時も、握る動作さえタイミングさえ間違えなければ強いボールって打てていけますので、なんだろう、強いボールを打ちたいからといって、そしてこうやって無理に振らないように、基本はこの、あ、すいません、こっからこの、あ、すいません、こっからこの握る動作の、このボールが来てこの握る動作のイメージのままラケットをセットして、こうやってでインパクトしていくように、していきましょう。でローボレーとかミドルボレーも一緒です。基本的にこのラケットをセットしていただいて、こういう動作、この時に手は下、指は下向きにいってないですね。この動作、ここの指が上に向いてる動作、この動作を意識しながら、この延長でボレーをしていくと、はい、振らないように、はい、なっていきますので、基本的には指を上向けて握るっていうのは意識してください。
で、ボレーで振るのプラスやっちゃダメってわけじゃないんですけども、まあ、上達しない方だったりなかなかローボレーがうまく、ね、いかない方っていうのはボレーをしていくときにラケットヘッドがね前に出ちゃうんです。だからローボレーとかちょっとミドルからローになるときに通常であればね、ここから今やったらこういう形で前にラケットがスイングされていくんですけども、なぜかこういう出方をしてしまう。ラケットがボールの下から出てしまう。もうそうするともうどう考えても上にしか上がらないし綺麗に打てなくなっちゃいますよね。はい。で、まあ、薄いグリップの方でも割とですね、手首をこう横にですねこう使う方はこの傾向があります。またグリップが厚い方ですね、厚いグリップ握っている方だとこうやってボレーしてしまう傾向にありますので、基本的にはこの動作だけは避けていきましょう。どんだけローボレーで、まあ、ミドルボレーでもこうボレーが苦手だとしてもヘッドが先に出てしまうとボールをこう抑えられないので、どうしてもラッキーパンチみたいな感じでね、こう狙い定まりにくくなります。ですから必ずこの指をね動かす動作、はい、動かす動作ですね。でこれでキャッチする動作をできてくると自然と膝もこう曲がってきますので、ね、できるだけこういった形で、ね、こうならないようにちゃんと上向いた状態でしっかりとこれでキャッチできる。ついた。こういう形でこの足のイメージですね。どうしてもヘッドが下から出てしまう方って棒立ちになっちゃって、こうやってね棒立ちになっちゃったままですね、ヘッドが下から出やすくなりますから、キャッチする延長でこのキャッチする延長のイメージの足の幅と使い方でボレーをしていくと綺麗にボレーが出てきます。でバックボレーも同じで、バックボレーはまあキャッチはできないので、まあ、両手バックボレーの方は今と同じで右手でですね、反対のですね、ここからこうやって持っていくのと同じで立ててこう左のフォアボレーの形ですね、まあ、私左利きで右なんです。 できない方は同じようにこうやってこのキャッチするイメージで指を上に向けてキャッチするイメージで打てると、はい、しっかりとローボレーですね、はい、できてきます。同じくヘッドがですね、なんかこうシャクトリムシというかこういう感じでこういう下からボレーが出てきてしまう方は、はい、ラケットヘッドが起きてないのと指がしっかり上に向いてませんから、反対の手の指をしっかり上に向けて、ね、同じように持っていく、はい、足の幅も同じようにとボールに向かって打っていけると、はい、良いと思います。でここで来るのに片手のバックの時はどうするのってイメージがあると思うんですけども、片手のバックボレーの時はちょっとこの手首をね切ってしまいやすいのでちょっと難しいんですけども、基本的に親指を使っていきます。この親指の腹の部分でクッてボールを捉えていきます。なので方法としては2つあります。1個はちょっと短く持って、薄く以上で短く持ってここの部分ボールを出してもらって、この親指の部分をしっかりと押しながらボールの厚い当たりを練習していけると、はい、しっかり強いボールが、打ててきます。で、まあ、もう一個はそれがちょっと難しい方はさらにこの手の甲、親指を上向けたまま、まあ要はこうここでぶつける感じですね、このまま手の甲でポンと当ててあげると、こういった形でここで、はい、でできれば軽くちょっとこう前に押せば飛んでいきます。まあボレーですね、バックボレー打つ時ってどうしてもここを使いやすいですね、片手の時は。なのでこのぶつける動作、ボールに対してこうやって前に飛ばす動作で、これ痛い方は手で投げてもらってください。で今見てる方ね、これあもう痛いよってね思われる方いらっしゃると思うんですが、まあ絶妙な配球してもらってるんで私は痛くないんですけども、このイメージですね、このボールがこうこのイメージからしっかりとセットして同じように打っていくと、バックボレーは実は体がしっかりとこの動作がですね複雑に
フォアと比べて複雑にできない分だけですね、シンプルに打っていきます。なのでちょっとですね、今の2つ試しながらね、こうもう一回ボールを出してもらって打っていけると、ボールに対してしっかり強く、はい、ここから入っていけますので、はい、できなくなった場合は少しですね、この親指のイメージとこの手の甲のイメージを合わせて持っていってみてください。はい、といった形で超細かくですね、やってみましたが、いかがでしたでしょうか。迷ったらもうこの動作に戻るのが一番いいです。ボールを出して握る、これだったら家でもできますよ。もうボールをですね、こう取るだけ、ある程度キャッチに自信が出てきたら、ちょっとラケットで出してもらって、出してもらったものをこれを意識して、その延長でしっかりボレーしていくと、はい、言ったニュアンスで練習していくと、もうどん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 ボレー上手くなっていきますのでね、はい、注意点をね意識しながらやってみてください。はい、といった形で今日はこれで終わりたいと思います。またチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではさようなら、ありがとうございました。